秒スタートしました。ほぼ揃ったスタート。注目の先行ポジションからとい、東京ダービーはしっかりコースを出ていきますが、並んでくる3番ノートグラディオ、さらには8番のサクセスター、これを見ながら14番3秒おぼろ抜きが4番手、この圏内1番手のルマヌーブレ、そして前を見ながら12番クリストデリレ、6番手にポジションを取りました。内から迫って6番トイガー、これから1コーナー、10番13番ウィンターフェレ、そのうち11番堂々霧島、外手には10番デアフルーム、後方は1着1番クリードされて10番のメスティーザ、4番ミュージャリー、後ろから2頭目、7番ホワイトペット最高峰です。向上面上り 1200m を通過、先頭は3番と光を通過しました。1番シックライトリード、2番手8番サクセスター、3番手控えました3番とロードグラディオ、後ろに5番のデルマルーブレ、前は少しスペースを上げていきますが、内を通って6番トイガー、さらには14番南京のボロ吹き、その後ろにオレンジの帽子2頭、内側の霧島、外側フリトメネ、後ろにワークするような形10番のデアフルーブ、それから13番ウィッターフェレ、1番クリードパーケット続いて、これから3コーナー、9番メッティーが後ろから3投目、その後ろに4番ミューチャリー、最高峰7番ホワイトヘッドで